マグノ・アウベスジ・アラウジョマグノ・アウベスジ・アラウジョは、ブラジル・バイア州出身で、元東国代表のプロサッカー選手。ポジションはフォワード。地元のハトランスを経て、1995年に、サンパウロ州のバリーニョスでプロ選手となる。プロ入り当時のポジションは右サイドミッドフィールダーだった。1998年より在籍した、フルミネンセーフ C では、2000年に、 ブラジル全国選手権で20ゴールを挙げて、得点王となり、プラカール氏のボーラジ・プラッタにも選出された。2002年には、ロマーリオトにトップを組み注目を集め、リオデジャネイロ州選手権で優勝した。2001年、ブラジル代表に選ばれ、FIFA フフコンフェデレーションズ・カップで3試合に出場。2003年、初の海外移籍となる全北現代モータースへと移籍。 得点ランキング2位となる27得点を記録し、サンバ特急の異名を取った。2004年、大分トリニータへ移籍し、開幕戦となった3月13日の柏レイソル戦で、初出場4、初ゴールを決めた。年間11得点を記録。2年目の2005年は18得点を記録し、チームの中心として貢献した。2006年、2年間所属した。 大分の財政難もあり、ガンバ大阪に完全一席。AFC チャンピオンズリーグにおいて、チームは GL 敗退となったが、8得点を記録し、得点王。J リーグにおいても、3月12日セレッソ大阪戦、11月26日の京都産が FC 戦とシーズン中2度ハットトリックを決めるなど、26得点を挙げ得点王に輝いた。入れ替わりに移籍し、 前年の得点王だったアラウジョとプレイスタイルは違うもののストライカーとして活躍した。2007年も序盤はエースストライカーとして活躍も故障が重なり満足な成績を上げられずにいた。そんな中、シーズン終盤の11月21日から練習を無断欠席してサウジアラビアに渡りサウジリーグのあるイたハドと仮契約を結んでいたことが判明。 契約違反であるとして、同月23日付で制裁金を課された上で、G 大阪を解雇された。移籍先のあるイタハドでは、シーズン途中での選手登録であるにもかかわらず、サウジリーグアルナスル戦での1試合4得点を含む、リーグ9位体となる、通算9得点を挙げるなど、エースストライカーとして活躍した。しかしイスラームの厳しい解率に耐えられず、年月に、 カタールのウムサラル SC にわずか半年で移籍した。ウムサラルでも攻撃の中心選手として活躍し、2008から09シーズンのカタールリーグで得点王を獲得した。その他の国際公式戦。ありがとうございます。